はい、こんにちは。今日は2014年大阪医科大学の問題です。問題はこちらです。ABC を正の数として、ABC イコール A たす B たす C たす2を満たすとき、ABC の最小値を求めよといった問題ですね。これは、この等式見てみると、ここが積、ここが和の形ですので、3変数の相加相乗平均が使えるんじゃないだろうか。相加相乗平均っていうのは3変数の場合は、こういったものですね。3乗根の ABC。これ以上ですよ。という形になってます。統合成立は、これは A イコール B イコール C の時ですね。これと。で、これ、どうやってこれ導けるかってことで、簡単にちょっと証明をつけておくと、これはですね、X3 乗足す Y3 乗足す Z3 乗、マイナス 3XYZ。これが、X 足す Y 足す Z、それから x2 乗足す y2 乗足す z2 乗マイナス xy マイナス yz マイナス zx。こんな風に因数分解できますよね。これを使ってやっていきましょうと。で、ここの部分がですね、ちょうど2分の1の x マイナス y2 乗足す y マイナス z の2乗足す z マイナス x の2乗。こんな風にできるんですね。これ展開するとこの形になりますよと。で、これが等しいわけですから、ここは全部2乗、2乗、2乗の形ですので、全部これ、0以上ですね。0以上だということで、あと、x, y, z、これを正とすると、x, y, z を正とすると、ここも正になるので、この右辺は0以上ということになりますよと。つまり、これが0以上ということが言えて、これを右辺に持っていくと、x3 乗足す、y3 乗足す、z3 乗。これが 3xyz。以上ですよという形になって、これ両辺3で割ると、この形に近づくぞと。あとはこれを A、B、C としてあげればうまくいくわけですね。X3 乗を A としてあげて、Y3 乗を B としてあげて、Z3 乗を C としてあげれば、この形が出てきますよと。で、A はこれの3乗根ですね。B はこれの Y の、これ、B の3乗根が Y。Z は C の3乗根という形になって、これで、これが出てくるよと。あと、統合成立は、ここは0、0、0になったとき、ここは0になって、統合が成立しますよね。ということで、x イコール y、y イコール z、z イコール x。つまり、x イコール y イコール z。このときに統合成立ですよと。つまり、a イコール b イコール c のときに統合が成立しますよということが言えて、これでこの証明ができますよと。で、これを使ってやっていきましょう。この3変数の相加相乗平均を使っていくと、これは今、この形が ABC ですから、つまりこれ3倍すると A たす B たす C、これが3乗根のルート ABC、これの3倍ですよと、こうなりますよね。で、ここに2を両辺足しましょう。2を足すとこうなるよと。で、この部分がちょうど ABC ですよと。つまり ABC が3倍の3乗根のルート ABC、足す2と、以上ですよと。これを満たしているわけです。で、ここ、この部分を、じゃあ T とかっておきましょう。そうすると、ここは t の3乗になりますよね。つまり、t の3乗を、これこっち持ってくると、マイナス 3t マイナス2。これが0以上ですよ、と。こんな風になります。で、今、t は abc 正ですから、これ t も正ですよ、と。で、この範囲を求めていきましょう。これは因数分解できて、t、ちょうどマイナス1を t に代入すると0になるので、t プラス1で割れるな、ということで割ると、t2 乗マイナス2でマイナス t ですね。で、ここはまた因数分解できて、これは t たす1と t マイナス2になりますね。ということで t たす1の2乗と t マイナス2と。こういう形になるわけです。で、これが0以上ということで、こっち側は、正ですよね。t は今正ですから正になるよということから、これが0以上であれば OK。つまり t が2以上であれば OK ということになります。t が2以上ということから、t は今この3乗根の ABC。これが2以上だということで、ABC の最小値はっていうと、t が2の時が最小。つまり ABC はこの 3乗ですから、2の3乗で8。ABC の最小値はっていうと、2の3乗で8ということになりますよと。で、ちなみに、じゃあこれが答えでいいのかっていうことで、これを満たすような ABC が存在するのかってことで、統合成立を確認していきましょう。これが統合成立するのは、A イコール B イコール C の時でした。A イコール B イコール C の時、つまり今 t が2の時ですから、3乗根のルート ABC、これが2の時ですよ、を考えているわけです。
で、今、等号整列は A イコール B イコール C ですから、これ全部 A に変えてあげると A の3乗。で、これの3分の1ですから、ここは A になりますよと。つまり A イコール2ですから、A イコール B イコール C イコール2の時に等号が整列しますよということで、この最小値はこれの時だということが分かりました。で、実際にこれに代入してみると、2×2×2、8ですね。2+2+2+2で8。まあ、ちゃんと等しくなっているなということで、これが最小値ということで OK だと。で、これが答えということで、おしまいです。以上です。ありがとうございました。